ただいまとわんこです。今回のモノマスターの付録は完全進化版のコーヒーミル。前回のコーヒーミルのデメリットを克服、さらに進化させた付録となりました。もうね、モノマスター付録制作陣が総力を挙げてグーの音も言わせないよという意気込みが感じられた付録、まさにリベンジプロジェクト。そんな付録をご紹介いたします。本号のモノマスターも通常号と増刊号の2種類がありますが、雑誌の内容は同じです。ただしそれぞれ付録が違います。通常号はコーヒーテーブル、増刊号はコーヒーミルとミニ缶です。表紙と付録が異なりますので、間違えて購入しないよう気をつけてください。では早速開封していきましょう。改めて今回、隔月刊行のモノマスター2023年9月増刊号からスヌーピーデザインのコーヒーミルとミニ缶をご紹介したいと思います。壊れないようにしっかりと型に入っており、しかもプチプチに包んでいます。この辺はなんか付録としての高級感が漂いますね。さて開封すると、中身はこんな感じで、内容物はコーヒーミル本体とミニ缶、そして説明書を含む3点が中に入っていました。まずはサイズですが、本体と雑誌を見比べると結構スリムですね。コーヒーミルはサイズがこんな感じで、素材がガラスや銅合金、 ABS 樹脂、鉄、ステンレス鋼、銅、アクリル樹脂、セラミック、劣化素性エラストマーと様々な素材を使用しています。そして重さは約258g と結構軽量です。またミニ缶もサイズはこんな感じで、重さは約 47g、 A7 より一回り小さく、 B8 より少し大きい感じで、タバコがちょうどよく入るぐらいの大きさですか。ちょっと上の部分が余りますね。ではまず本体のパーツをじっくりと見ていきましょう。まず目につくのはカフェオレ色したカバーがついています。こちらは脱着が可能で、ガラスの滑りを止め、引いている時に滑らないような工夫がなされています。前回の付録はコーヒー色でしたが、今回は上下同じカフェオレ色に統一されたカラーリングは色合いも決まっていますね。次にコーヒーを引いていくと、ガラスボトル面にはマグカップを持った可愛いスヌーピーが浮き上がります。さらに持ち手の部分はステンレス鋼でできており、錆びにくく、また少し見えにくいのですが、ホッパー部分の表面には握りやすいようにちょっとした反りとくぼみがあります。前回の付録は何もなくて手が滑るようなこともありましたが、こういう反りやくぼみがあると手にフィットして握りやすいですね。次にハンドル部分ですが、前回は柄の部分が長いだけでしたが、今回は折りたためられるようになっており、非常にコンパクトです。ただし調整つまみで回して折りたたんだ柄の固定はできないので、注意が必要です。また回すときは時計回りなんですが、折りたためる分反時計回りに動かしにくいのもいいですね。柄の部分の厚みも約 1.8mm、 途中で折れたり曲がったりすることはなさそうです。前回は蓋とハンドルを取ってすぐに豆を入れられたのですが、今回はコーヒー豆を入れるときに調整ネジやハンドル、蓋を取らないと豆が入れられません。また外したパーツをなくさないように注意が必要です。なくしやすいんですよね。また中の仕切りは前回は4つでしたが、今回は3つとなっております。容量はだいたいコーヒー1杯分の 12g がちょうどよく、約3分の2ほど入れられます。それ以上入れるとハンドルが操作しづらかったり破損の元になるので、注意が必要です。
聞く時の調整はこの黒い部分を回して調整します。調整はネジを締めると細引きに、緩めると中引きや粗引きとなり調整ができます。この調整ネジを回すことで内部の研磨コアが上下し、粗引きや細引きなどに対応していきます。ただちょっと調整がめんどいです。実際に調整ネジは振動で動いたりずれたりしないのかを確かめてみました。まずはコーヒー豆を入れてミルを回してみたいと思います。まずは調整ネジを締め切った状態から1回転ほど緩めて実験です。動画では早送りと切り抜きましたが、回すのって結構大変でした。キャンプとかで本格的なコーヒーを飲むのに回すのがいいんでしょうけれども、実験で回すのはちょっと大変でした。結果1回転はこんな感じです。粒子が細かくいい感じで引けており、しっかりと細引きになっていたのではないでしょうか。大きな粒も見当たりませんでした。いい感じですね。次に調整ネジを2回転ほどさせて豆を引いてみました。結果まだ細引きに近いですが、粒もだいぶ大きくなってきているようです。さらに調整ネジを3回転ほどさせて豆を引いてみました。結果中引きと言っていいのか粗引きと言っていいのか、ちょっと安定していない感じですね。ちらほら粗引き具合が見えます。困った。さらに調整ネジを4回転にしました。結果粗引きな感じとなりました。こんなものでしょうか。ちょっと粗引きでいいのかな。最後に調整ネジを5回転回してみました。ハンドルも結構甘くなってきています。結果粗引きというか大粒になってしまいました。これってありなのかな。なんか夏休みの宿題のような感じですか。以下はそれぞれ調整ネジを回転させた結果です。専門家ではないので何とも言えませんが、粗引きが少し弱いかな。1回転ずつしかしていないので、1回転半とか2回転半とかでちょうどいい引き具合が見つかるかもしれません。この実験を参考にしてもらえば幸いです。ミニ缶も使いようによっては便利な付録です。ミニ缶にコーヒー豆を入れると何グラム入るのでしょうか。結論としてミニ缶満杯で約58グラム入りました。1杯あたり約12グラムとして約5杯分が飲める計算となります。結構入りますね。このミニ缶は鉄なので、ネオジム磁石などの強力な磁石をつけていると、鉄製のテーブルならこのようにピタッとくっつくので、これまたなくさずに便利に使えるのではないでしょうか。最後に中には気になる方もいるかもしれませんのでご紹介しておきます。このハンドルは折りたためるので、ガラスボトルやミニ缶の中に入れられたりすることができます。最後に引いた豆を他種の付録ですがコーヒードロップで焙煎してみたいと思います。いやー、まさか5月号でコーヒーミルを付録につけてきたばかりなのに、さらに今月号で同じコーヒーミルを付録にしてきたことに驚きました。前回のコーヒーミルのマイナス面を払拭するかのように、今回はしっかりした付録を出してくるあたりがまさにリベンジですね。
付録担当者さんたちも意欲に燃えていたのではないでしょうか。そんな気持ちがひしひしと付録から伝わってきました。持ち手部分のくぼみやハンドルのコンパクト化、何よりも調整つまみを内側ではなく外側へ持ってきたこと、正当進化した付録となっていました。モノマスター9月増刊号付録、スヌーピーデザインのミニ缶付きコーヒーミル、これは付録担当者さんたちに拍手を送りたいです。